こんにちは、ラナボチャンネルです。今回はですね、燃焼できない、そして減量できない、誤ったランニングっていうところで皆さんにお話をしたいなというふうに思います。で、まあこのランニングですね、もう本当についやってしまいがちなこう誤りっていうのはやっぱりあるんですね。で、それに関してですね、まあこう走ったら痩せると思ってたんだけど、あれ意外と痩せないなとか、結構そういったことってよくあると思うんですよ。で、今日はその解決方法というところまでですね、最後にはお話をしたいなと思いますし、具体的なトレーニングプログラムも皆さんにお伝えできればと思っております。まあ特にね、こう痩せるためにランニングを始めたとか、あるいはね、もともと走ってたんだけど、あれってなんかこう最近減量うまくいかないというか、思ってたよりも体が絞れないなっていう方結構多いと思うんですね。私も6年ぶりにですね、今年走り始めることになりまして、で、まあそれでですね、走ってみて、あれ思ってたより痩せないなって思うことって本当に多いので、その気持ちすごく共感できるんですね。で、今回はこの動画見ていただくことで、より体を軽量にして、そしてこう絞れた体を手に入れるための、ね、方法っていうのを理解できるかと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。私のランラブチャンネルではこのように毎週ランニングに関するお話というところをですね、動画にして配信しておりますので、ランナーの方迷わずチャンネル登録しておいてください。それでは早速いきましょう。はい、ではまずなぜその脂肪燃焼することが大事なのかというところについてお話をしたいと思うんですけれども、まあそういう大事な理由としては、もうズバリこれはね、エネルギーコストを節約できるというところなんですよ。で、これ何なのか、エネルギーコストってこれ何なのかっていうと、もう本当に簡単に考えてもらうといいんですけど、走る時ってドス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 って走りますよね。で、こう右足左足右足左足みたいな感じになると思うんですけど、まあ、右足が地面にバーンって例えばつきました。で、ついたらその瞬間右足に全体重が乗ってるわけじゃないですか。で、この全体重が乗ってる時っていうのが一番体に負荷がかかっている時なんですよ。で、これが要するにエネルギーコストっていうものになるんですけれども、まあこのね、右足に体重が乗っている時に、体が重い日とか体が軽い日とか、どっちの方がこの右足に対する負担って少なそうに感じますか？これ簡単に考えてもらうと、もう明らかにこう体が軽い人の方がもう右足は楽なわけですよね。あ、そういうようなわけで、もちろん体が軽い方がもう確実に体がね、受ける負荷っていうのは少なく済むので、これ絶対やっぱり長距離走る上では、できるだけその余計な脂肪なんか削いで軽くしておく方がいいというのはこれ明らかなんですね。まあ、そんな中で、そのランニング上で余計な、ね、脂肪を落としていくと、まあ、大会に出られる方とかでしたら、よりこうランニングフォームがチューンアップされたりとか、痩せるっていう目的で走っている人もね、男性でしたらこう筋肉が筋張ってかっこいい体になったりとか、あるいはこう脂肪が落ちることで女性の方もこう素敵なくびれをゲットしたりとか、そういうことにもね、必ずつながってくると思うので、もう脂肪をね、燃焼するといいことずくめだと分かっていただけると思うんですよ。で、そんな中でね、さあ痩せるぞっつってね、走り始めたところ、まあ、なかなか痩せないと。で、特にね、日常的に走ってはいるものの、まあ、あんまり体が絞れてる感じしないってすごい多いと思うんですけど、まあこれね、いろんなやり方してる方っていると思うんですが、特にこうランニングを見てまずいなっていうやり方を今日はちょっと簡単に紹介していきます。まずその一つ目がですね、もうきつすぎるランニングをしている方なんですよ。もう常にランニングがきつすぎると、これは非常にまずいわけですね。まあ、これあんまり詳しい話はこの動画ではしないんですけれども、走る時っていうのはですね、基本的にはこう糖とそして脂肪、この2つをね、エネルギーに変えて走っているということがあるんですよ。でも、これ簡単にお話をすると、めちゃめちゃね、結構ある程度きつい強度で走ると、もう人間っていうのはこう糖、体の中の糖をね、使ってエネルギーを作るんですよ。でも逆にすごくこう楽な感じで走る、まあそのきつくないぐらいの強度だと、脂肪を燃焼させてそれをエネルギーに変えて走るというような形で走っているわけなんですが、まあこれ超簡単に言うと、人間の体っていうのはいわゆるハイブリッドカーのような形でですね、低速帯、まあつまりですね、こう楽に走っている時は脂肪で走る、で高速帯、つまりまあこう結構強度高く走っている時は糖で走る、まあそんな感じになっているわけです。まあプリウスみたいな感じなわけですね。まあ要するに毎回追い込み気味に走ってしまっている人っていうのは、結構ね、基本糖を使って走っているような感じになるので、もう脂肪ノータッチみたいな感じになっているケースがあるかもしれないですね。で、もう一つ間違っているポイントとしては、その圧倒的に走る距離とか時間が少なすぎるというところで、まあ脂肪をね、燃焼するには、やっぱり脂肪燃焼の前にまず分解という作業が必要になってくるんですよ。で、分解っていうのはこれね、代謝とか聞いたことあると思うんですけど、まあ代謝っていうのは要するに脂肪をね、こうもともと脂肪っていうのがまるっとこう大きくあるんですけど、これをもう何個かに細かく分解して、例えばカレー作る時にこう野菜ね、人参とかバーンってあって、それ丸々の状態でそのまま鍋入れないじゃないですか。まずこうちっちゃく切って、それでこう煮込むと同じような感じで、脂肪もですね、こうボンってまず丸々とあるのをちっちゃくこう切るという作業が必要になってくるんですよ。で、そのちっちゃく切る作業に多分ね、走り始めて30分ぐらいかかってくるんですけれども、その30分ぐらいでやめてしまったりとかする方っていうのは、もう分解して
こまごまとなったところで、はい終了という形になりますので、燃焼まで行き着かないという形なんですね。なのでこう30分で走るのやめてしまうとかいう方は、ちょっとですね、これはなかなか燃焼までたどり着かない、つまり脂肪燃焼にはつながってないということが多いと思います。まあそもそも燃焼するにはそのカロリーの消費っていうのがすごい重要になってくるんですけど、それ走ることでどの程度消費されるのかっていうと、まあ、体重かける走行距離っていう、まあ、この分がね一応目安というふうに言われてるんですね。なのでまあどうしたってやっぱ脂肪の燃焼にある程度のそのカロリーの消費っていうのは必要になりますし、でカロリーの消費のためにはある程度の走行距離は絶対必要になってくるというところなんですね。でさらにもう一つまずいなっていうポイントがあって、それっていうのはランニングしか運動してないということなんですね。でこれランニングしかしないっていうのはこれまずくてですね、でまあこれどういうことかっていうと、例えば筋トレとかあんまりしないとか、日常的にもですね、例えば階段とか使わなくてエスカレーターばかり使ってるとか、ランニングはするんだけれども、もうそれ以外基本的にもうゴロゴロ寝て過ごしてるとか、休みの日基本寝てますとか、そういうのって結構ですねまずいんですよ。これなんでかっていうと、基本的なこう筋肉っていうのがあんまり鍛えられませんので、まあ、筋肉が鍛えられないということになりますと、あの筋肉っていうのがその代謝を司るんですよ。だから要するにさっき言ったこう脂肪をね細かく細切れにしていくのは筋肉がねこう担ってる役割なんですが、その筋肉が鍛えられないことによって、まずその分解するということがねあんまりできないわけですよ。で脂肪が分解できないと当然燃焼にも行き着かないので、筋肉がない人っていうのは意外とですね脂肪がこれ燃えにくいということになるわけですね。これはまずいぞということになってくるわけです。まあ要するにそういった形でランニングだけするのではなくて、筋トレとうまくですね組み合わせてやっていくということも、まあ、大変重要であるということが言えるというわけですね。まあ今のお話の中でもなんとなくイメージをついていただけたかと思うんですけれども、脂肪燃焼するにはある程度のまあメカニズムというものがあるわけでして、まあそもそも私たち人間の体っていうのはこうハイブリッドガンのような形になっているわけですね。まあ、つまりこう糖と脂肪というところ、これ2つともねエネルギーの元としてあるわけなんですけれども、まあ、ゆっくり走るときにはこう脂肪がメインでこう使われますよと、まあ、要するにゆっくり長く走ることで脂肪が燃焼されますよということが言えるわけなんですけれども、まあ、その燃焼を助けるものがつまり代謝、先ほど言ったように筋肉というものがその代謝というになっているわけでして、まあ、ランニングの前後にね筋トレを入れるということがまずこれ一つ重要なわけですね。まあ、それについてはですね過去の動画でも解説しておりますので、よろしければぜひ概要欄よりご覧ください。そして今日のお話のこれメインになってくるんですけれども、あの糖と脂肪ってこの2つがですね実は面白い関係性がありまして、これを使ってより燃焼できるランニングの方法っていうのがねあるんじゃないかというところで、この話をこれからさせていただきます。はい、燃焼させるためのランニングの方法として、まずはね先ほどまでお伝えしたゆっくりと長く走るジョグ、つまりですね LSD トレーニングとか、あるいはランニング前後に筋トレを入れるとか、こういったことがまず持ってこれ前提として非常に重要です。なのでこれやってないという方はぜひねこれをまず心がけていただけたらと思うんですけれども、まあ、それプラスですねおすすめな方法を具体的に一つお話をすると、これガチゆる走というトレーニングなんですね。でもガチゆる走ってこれ何なのかっていうと、これ筑波大学の鍋倉教授という方が提唱したランニングの方法でして、まあ、要するにですねこれガチの区間とゆるっと走る区間をこれ組み合わせてやってみましょうと、そんなようなトレーニング方法なわけですね。まあ、これガチで走ると一見さっき言ったようにこう糖でね分解してエネルギーを作るので、あんまり脂肪が燃焼されないということはこれ実際にあるんですけれども、実はですね脂肪燃焼をするスイッチになるのがその糖が少なくなっている時がそのスイッチになっていると、まあ、そういうような最近研究が分かってきましてですね、まあ、これ簡単に言うと脂肪が少なくなっていると、あこれまずいぞということでですね脂肪がその分エネルギーを作る、まあ、要するに糖が少ない時はいつもよりも脂肪の燃えが良くなってますというような形があるわけですね。まあ、つまりガチで1回走ることによって体中の糖がちょっとなくなるわけじゃないですか。でそれによってあこれまずいということで体がよりね脂肪燃焼モードに勝手に切り替わってくれると。だから理論上はですねガチで1本走った後にゆるっと走ると、まあそういうね同じ日の中でその2つともやってしまうというところがこれ非常に燃えるんじゃないかというところがこのガチゆる走というものですね。まあ具体的にどういう風にやっていくかっていうと、例えば最初ですねガチで走る区間、最初の1キロだけガチで走ります。で1キロガチで走った後に、まあ、60分ぐらいゆっくり走ると、まあそういうようなことをするっていうそんな練習なんですけど、まあその1キロどれぐらいのペースで走るかっていうと、マラソンの自己ベストよりもだいたい1分早いぐらいの、ペースですね。まあマラソンの自己ベストが例えば3時間の方でしたら、マラソン3時間って1キロに直したら4分15秒というペースですね。でそれよりも1分早いペースであると3分15秒で、このペースで1本だけ1キロを走る、これ結構早いですよね、3分15秒で走る。でもこの3
3分15秒で走ることによって体中の糖が、ね、かなり使われています。でここで大事なのが3分15秒ペースにこだわるんではなくて、もうそのぐらいのペース強度で走り切る、要するにこの1キロで結構力を出し切っちゃうということがすごく重要で、最初の1キロで力を出し切って、でその後ですねもう結構疲れたってゼーハーなってる状態から、ゆっくり走り始めて、そのまま60分間走ってしまうと。それをすることによってですね、最初の1キロものすごくね糖が失われている状態で、そのまま60分走ることでもういつものねもう何倍も脂肪が燃焼されると、まあ、そういうのは高い燃焼効果で走れるということなんですね。まあ、1キロに限らずですね、まあ、できればその 500m とかもう短い距離でもいいので、特に慣れない方は最初にちょっとダッシュを何本か何本か入れた後に、ジョグをするとか、まあ、そういうことをしてみると意外と燃焼効果が高くなっているかもしれないので、ぜひお試しいただけたらと思います。これがガチとゆるを混ぜたガチゆる走ということですね。まあ、イメージとしては夏場とか走っている時に、ずっと走り続けている時はそんな汗かかないんですけれども、信号待ちで止まった時にドバッて一気に汗きますよね。ああいうような形で一回ねガチで走っている時は脂肪は燃えないんですけど、それで一回止まって、そこからゆっくり走り始めることでドバッと、ね、脂肪が燃焼するみたいな、そんな感じのイメージなんじゃないかと思っております。あともう一つ実はおすすめなのが、朝に走るということなんですけれども、これ過去の動画で私朝ランのメリットってお話したことはあるんですけれども、まあ、朝に走るっていうのはですね、これ非常に有効で、前日のね晩ご飯食べてから早朝までって朝何も食べてない状態じゃないですか。ってなると体中の糖がねそもそもこう枯渇しているというか、寝てる間にもう全部糖分使っちゃってるので、朝起きた時っていうのは体の中に糖が少ないんですね。要するに脂肪がすごい燃えやすい状態にあるということになりますので、そうなりますとね、非常に朝の時間、朝飯前の時間に走るということがいつもよりも燃焼効果を高めるということになりますので、一番いいのは朝にガチゆる走してみるということなんですね。これをすることによってかなり効率よく、体を絞ることができるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いいたします。ではちょっと話をまとめていきますが、ランニングをする上で燃焼するということは大変重要です。それはね、体が軽くなることでエネルギーコストを下げることで、まあ走りがより軽くなる、そして楽に走れるようになるというところがあるからです、ね、そこでねついやってしまいがちなそのランニングの間違いとしては、まずはね日常的に追い込むランニングをねし続けているということ、そして次に走ってる時間とか距離が圧倒的に少ないということですね。そしてもう一つが、ランニング以外の運動を全くしないということなんですね。で、まあ、そんな中おすすめなのが、まずはねゆっくり長くランニングをすることと、あとはですねランニング前後にその筋トレをちょっと入れてみるということで、まあ、筋肉をねしっかりとつけて脂肪の分解をねちゃんとできるようにするということ、これがまず 大前提ではあるんですけれども、それ以外にでもですねかなり有効的なランニングの方法というところがですね、これがガチゆる走というものでして、そのガチゆる走というのが、ガチの区間とゆるの区間、これかき混ぜて走ると。だからガチの区間でまず体の中の糖を使ってしまって、であこれ糖がない、これはまずいぞ、脂肪燃焼しなきゃいけないって体がねそういう状態になった状態でゆっくりと走ると、非常にね脂肪の燃焼効果がいつも何倍にも上がるということがありますので、でプラスですねこれをね朝何も食べてない状態でやると余計に糖がない状態でこれをやることになりますので、これは効率よく体の脂肪が燃えるということで、体もどん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 絞れて軽い体になっていくと思います。ぜひお試しください。はい、いかがでしたでしょうか。私のランラボチャンネルではこのようにランニングに関するお話を毎週お届けしておりますので、ぜひぜひランナーの方は迷わずチャンネル登録をしておいてください。トップランナーのこともね私大好きでして、トップランナーのことを研究して皆さんにお届けするような動画も出しておりますので、興味ある方はそれもチャンネル登録して見てみてください。でいつも見ていただいている方本当にありがとうございます。皆さんの応援のおかげで、今回の動画を撮ることができましたということで、またこれからもですね引き続き動画をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。